お待たせいたしました。本日はフォーカス M シーズン7第90回戦の模様をお届けしてまいります。実況を務めます松田彩香です。そして解説は長村大プロが務めます。長村さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは早速選手の準備ができたようです。フォーカス M シーズン790回戦東杯の開始です。ルールは一発裏ドラ赤ドラのある M リーグルールで行われます。ちいちゃから白鳥ドラは急走となります。すごい。もう一曲を白鳥の親番赤さん。赤全部ありますね。赤を全部、もう嬉しすぎますね。嬉しすぎる、嬉しすぎるし、あ、ただ病も、病もういつかの一瞬点でしたね。はい。関連層が入れば一気通貫完成という手配。そして白鳥は見てください、赤さん。これはめちゃめちゃ嬉しいですけど、スピードは病、すでにインシャンテン、はい、ただまあ病も広いわけではないので。そうですね、はい、受け入れ自体はかなり狭い。ああ、もうイーピンするかギャンソーにしますかね。もう選択、うん、まあ、いずれ両方切りそうではあるんですけど、どっちから切るかの、はい、選択となりました。うん、他、まあ、2人がまあ圧倒的に、うわー、はい、これでまた前進、ジャンシャンテンですね。ただこのままだと赤ウソは使えない。そうですね、赤ウソにくっつけばまあ問題ないんですが、ただまあ1枚切ってもというのがありますね。面前で転廃するなら、はい、赤ウソを1枚ぐらい切っても、切っても単品ドラドラみたいな感じにはなりそうですもんね、はい、そうなんですよね。そして病が欲しい、関連像が2枚切られてしまいました、うん、広芝とは統一手か。赤さんの白鳥想像にくつけば、まあ、仕掛けも効くより、まあ、なんですか、仕掛けやすいですからね。なんかあの手をもらって5800だとちょっと悲しさが、悲しいですよね。 あでも、はい、これで山を切っていいシャンテン、はい、一応チートイツのいいシャンテンでもあります。メンツでもいいシャンテンなんですが、イーピンがフリテンなんですよね。あー、そっか。そうすると多数マヤウーマンがアンコになった時にどうするかと、まあ、あるいはイーピンを引き戻した時もどうするかって、どうするか、はい、確かに5800だとちょっと寂しいかなっていう赤さんの手配をもらいました。白鳥、はい、こっからポン数万馬のポンテンとか、まあスチビのチーテン取るのはないしないと思うんですよね。うん、そして病の欲しい関連像が3枚切られて、これでいよいよこのターツが苦しいかなっていう、はい、感じになってきました。イーシャンテンまで来ました。広柴田、チートイツ、はい、チートイツ、イーシャンテン、泉はちょっと苦しいですね、はい、名前の上にね、トータルの成績も載っています。はいはいはい、そうですね。まだ90回戦ですけどね。まだと見るか、はい、もうと見るか、はい、病はこれで苦しい関連像の部分が、あ、でも三像は残さず、はい、初を切れば、あ、ごめんなさい、あ、でもそうか、初を切れば、まあ、ちょっともうちょっと広いイシャンテンだったんですが、一通にならなければいらないよという手組みしましたね。
苦しいと思ってた泉が先敗しました、はい、老朽走待ち一番乗りでしたね。これ急走1枚しか使われてないんですよ。はいはい、ドラの急走が山に3枚、はい、1枚切られてるのかな。ごめんなさい、そうですね、はい、なので2枚、老走が1枚、1枚、はい、全然悪くないですね。苦しいと思われていた泉がなんと最初の転廃、老朽走待ち、山に3枚、ドラ2枚、はい、白鳥はなんか悲しい感じになってしまいましたね。悲しいです。ただもう想像の周りがそうですね、薄いっていうこともありますか。いいシャンテンです。天敗泉、6球走リーチしています。受けに回っている病、病ももう降りと、広島対イーシャンテンキープしてますが、ドラ1枚減りましたね、はい、ここに前順来ていました。一応ローピンが筋、パーピン急走は無筋で降りるのであればいろいろあるが、一応ちょいプッシュですね、中筋のローピン、はい、白鳥もトンもハクも1枚切れ、ただ残ってるとこが嫌なんですよね。フリテンのイースチーピンスーマンウーマンと、そうですね、まあチートイツになれば積もりましたね。積もりました。ローソーの積も上がり泉、リーチ積も裏一、千二千の上がり、これ嬉しいですね。嬉しいですね、これ嬉しいです、はい、いやー、加算のハイパイも虚しく、白鳥ははい、多分なんかどうしようもなかったですね、はい、はい、トン2曲、泉の親番、ドラはローマンです。トントイツ、ダブトントイツ、はい、ピンズが多い。あー、ただいい、ソーズで1メンツ、イーソーマンコ2メンツですね、ソーズで、はい、病と泉が良さそうでしたね。白鳥は、うん、まあ、ピン付けに仕上がれば、そうですね、悪くはない、悪くはないが、1、2、3も見ていった、はい、注目はこちら、病と病ですね、はい、親番泉も、はい、ダブトンは仕掛けそうですかね。ダブトンは仕掛けます、はい、さすがにダブトンは仕掛けます。あとは本一にするかどうかなんですが、まあ、何残さないでね、想像残したんで、本一にシンプルにリーチ、そう、まあ面前テンポ、ドラが重なりました。これで打点もつきます、はい、白鳥リーチ仕掛けて2900持ちさずと、まあそうですね、まあ赤引いたりとかで点数がアップすることもあるんで、ほんとなんかこうこういうところが来ると、はい、これでピンズが、はい、こいつにすると思います。伸びていきましたね。広芝田は数走切っていけば本一にはなるんですが、が遠いは遠い、でも数走しましたね、数走切っていきましたね、はい、なんか公式ルールのハイパイのようなね、ハイパイの手作りのようなね、どっちにしろ結構時間がかかりそうなので、仕上がった時に高くなるようにしようっていう感じですね。白鳥はとにかくウッパーワンが引きたい、二度受けの部分、うん、これはまあ手広くなりましたね。本一に向かっているのは広芝田、何か引きたい白鳥、はい、一応チートイツも今まで出てきましたね。ただなんとなくこうチートイツにしたくないような形、うん、まあドラドラなんで、はい、何でもいいですよ、チートイツでも何でもいいけど、とにかくテンパってっていう、確かに、はい、難しいですね、選択です、はい、三層両層を払うはあります。パー層は3枚切れ、はい、ロー層切って横に広く受けるもある、
そうしましたね。ここでチート1は一旦見切った形、はい、ピンズの本位一気に伸びていきます。ダブトンがなかなか泣けなかったんですよね、はい、この広柴田がね本位に向かったことによって出が少し遅くなりました。はい、マンズすごい引きますね。はい、どんどん引いております。ウーソーといつ落とし、皮が少し派手になってきた、うん、これでトン出るんじゃないですか。イーシャンテン、ヤマイスーピンから、なるほど、サブローピン系で手広くなるのはいらんと。そして嬉しいウッパーマン引きは白鳥、はい、うわ手が進んだ。はい、イーシャンテンだったかな。あ、トンがここで泣けた。はい、これでイーシャンテン、イーシャンテン、はい、リャンマンですね。これをポンしていきました。広柴田陳一イーシャンテン本一、本一かも。そうですね、チュンが重なった時だけ本一。ドラドライーシャンテン白鳥、ダブトンポンしてダブトン本一のイーシャンテン泉。赤赤、はい、病も赤赤の勝負手。いやーもう全員勝負手テンパりました。カンスーマン、カンスーマン、カンスーマンでもないですね。スーマンはそうなんですよね、はい、ただこの後は一応あります。手代わりが6万ドラ、うわードラ。ただ自身も満貫イーシャンテンは切った。これはあ、そうですね、ローマを持ってないんですね、はい、6万持ってないです、はい、ポンとかできないんですよね。神茶でもない。そしてピンズを引かされるが切ると思います。カンスーマンテンパイ広柴田陳一赤一、はい、羽マンのテンパイから待ち、まあ、押しますね、ます、はい、白鳥パーソー、まあ、でもちょっと難しかったですかね。枚数が切られすぎちゃってましたよね。両面両面やまいも、ただ9ピン打てるか。関連マンはポンしてる牌ですね、はい、自分でポンしてる牌ですね、はい、テンパイできない泉。そうですね、テンパなかなか受けが狭いわけじゃないんですけどね、てか結構広いんですけど、んっていうか2から9全部テンパですね。はいはいはい、あ、6は違うか、ごめんなさい、6以外ですね。6も大丈夫じゃないですか。あ、6はないのか。あ、6もそうか、あ、はい、まあないけど、そうですね、6もって別にテンパですね。そうですね、白鳥は2ピンきついか。病もね、2ピン9ピンとちょっと手に浮いてしまって受けを選択。白鳥もここはピンズ切れないとの判断です。そうですね、パーソーすらいかなかったですね。パーソーほとんど通りそうですが、もう2ピンを切る気がないってことなんですかね、はい、すね、あ、2ピン、そしてこれはきついか。ただ自分自身ね、チーズ赤一、うん、テン、あ、いやもういかなかったですね。泉の仕掛けが、はい、全員を下ろしました。全員を下ろしましたけど、まあ、はい、このぐらいはテンパイできるか。あとはツモ番あと1回。そうですね、あんまないのか、いっぱいありそうに見えて、ただ何でもいいですよ、何でもいい。おし、テンパった、テンパりました。吐いて、これ開けられて、今テンパったかっていう感じですね。テンパってなかったんかいと。はい、トン2局は泉の一人テンパイでの流局となりました。トン2局一本場泉親番連チャン中ドラパーソーです。お、病がちょっと良さそう、うん、広柴田も
いいですね。早い。初統一。白鳥山地統一部組の進行になりそうな感じですかね。想像が横に広がっていきます。横も縦もありますね、病の手配、はい、広島田もリャンシャン店に早くも病は、そうですね、病もとりあえず単位屋ですね、単位屋ですね、はい、そして広島田は初をポンしてイーシャン店、はい、両面1個もなくて統一しかないんですが、広島とのイシャン店、はい、9万両層イーピン、まあ、割とポンしやすい牌が残ってるんで、こういうのはなんか上がれそうな気がしますよね、はい、確かに端っこに寄ってる牌が多いですね、はい、嬉しい3万匹、はい、これも嬉しいですね、6万、はい、天杯、リャンソーとイーピンのシャンポン待ちです。あ、はいはいはい、リャンソーとイーピン全部ある、あ、リャンソーが1枚ですね、3枚、あとは病が、あ、急走考えてますね、ここで選択です。普通はつもぎ、そうですね、うん、つもぎっていきます。イーシャンテン、白鳥、泉もイーシャンテン、病もチーソーは間違いなくチーテン取ると思うんですが、その他の牌、例えばローソーポンとか、リャンピンポンしてドラを切るのかどうかですね、ドラどうします。うん、僕は切りますけど、もうポンして、はい、これですね、お、病はせず、あ、はい、そしてドラ重ねる、重なった、どうするか、まあ、ローソー切るか、まあ、ローソーですかね、ローソー切り、はい、これでいいシャンテン、こうなるともうこれはもういよいよポンですね、はい、っていうか一回遅く出してよっていう話ですよね。どうにかその、はい、泉もいいシャンテン、山もいいシャンテン、赤ドラドラ、天杯は広柴田、イーピン両蔵待ち、はい、イーピンはねみんな切りますね、俺は切られそうですね、はい、ちょっと白鳥だけ天杯です、あ、天杯りましたね、はい、6球層ピンフドラ1リーチ、ね、リーチに行きました、はい、親番泉です、これはまあもうめちゃめちゃ嬉しいです。六球層、ローソーはない。これ一旦リャンピンですかね。はい。はい、切っていきます。これも怖い。いや、どうする？一品にするか。一品切ると現物完リャンピン待ち、二、はい、枚切れ。現在リーチを入れてる、そしてこのリャンピンを捉えた広柴田、あ、そうか、そうですね、統一落としの、はい、初赤1、2600、一本場2900の上がりです。この病の統一落としのリャンピンを捉えました、はいはいはい、広柴田です。なんかいい、いいですね、いい感じがします、はい、ドン三曲、病の矢番です。ドラは数万、いいですね、いいですね、はい、しかも一面図完成、ドイツ3組は広柴田、うん、白鳥もいい、いいですね、はい、泉はもう少し時間がかかりそう、はい、やはり親番病、病がいい、ただトンがあんこになって縦系の手を狙っています、広柴田、そうですね、トイトイ、あ、いい、あ、一番いいやつです、一番いい、手広すぎるいいシャンテン、白鳥先にちゃんとができてほしいですね、そうですね、はい、もう怖いものなしのいいシャンテンみたいになってきましたよ、
急走だけ。あ、怖いですねそれ。急走なんですよ。急走はだけやだ。急走引いたらどうするんですか、この手。もうもはやここで悩んでる。そうですね、数走ジャン等に決めて両面両面と、はい、にするか、ただすでに6球走がもう場に3枚出てる、はいはい、5走1枚9走2枚ので手広さ重視で数走つもぎるか。うん、そうですね。まあまたこのルールが違うね、公式連盟公式ルールなんかだとまたどうしようかなっていう難しいところではありますが、はい、あ、これでこれドラか、チーソーパーソンにするかもしれないです。6球層がまた1枚切られて、はい、球層が場に3枚切られて、はい、ローソンも1枚切られて4枚切れになってるんですね、うん、ただチーソーパーソンがちょっと重なりそうだなとかもありますね、はい、難しいところで、これだけ急走切られてたら使いづらいチーソーパーソー。ただドラ引きは生かしていきたい。3万、はいはいはい、だいぶん、なんだ、イーマンですね。イーマンはいらない、ちょっと、あ、先に、なるほど、先にリアンツを切り、はい、一応3万つもも、まあ、3万つもに対応したっていう感じですね。また泉が苦しいって言ってたんですけど着実に育っていってますね。スルスルっと来ましたね、はい、そして両面に変化病、はい、イーピンかな、あ、イーマンかな、これは5、6、7の3色もなるほど見えてきました。パーピン切りからシラトリオモノディシャンテン、ドラドラ、何引いたら嬉しいですかね。4万ですね。4万はめちゃくちゃ嬉しいですね。4万です、文句ないです、はい、イーマンが出てこれをポンですね。広島田ドラも赤も浮いてますが、そうですね、そのドラと赤両方くっつけて一メンツ一メンツと、はい、そうすればもう文句なしと言い、数万か、数万の闇点を選択、はい、イーマンポンされてます。あ、そうか、ってことはイーマンがもうないんですね。そうなんです、はい、もうかなり苦しい数万、上がるときはドラ、そうですね、変えたいけど変えたいけど何に変えるか、言いそう、まだちょっと打点が違いすぎるかな。数層自身で切っている一枚切れはさすがにピンフ単品今ドラドラありますからね。そうなんですよね、単品ドラさんか上がるときは、はい、イーマンがもうすでにありません。まあ、想像ですかね、ウーソーとかリャンソー、あー、いそう、そんなわけはない。はい、泉もいつもイシャンテンですね、はい、あ、ただここもイーシャンテン、はい、5、6、7、3色ある、3色含みのイーシャンテン、シャー重なって赤ウーソー、はい、初短期にしました、はい、初短期、これ仕掛けに対応したっていうのもありますか。あ、そして勘違い入れてリーチに行きました、はい、泉です。ウッパーピン待ち、まあ、一数万、まあ、全然上がれそうもないので、うん、早く数万切りたいんですけど、どこ、あ、積もりました。そして積もった白鳥、スモドラ1、500銭の上がりです。そうですね、何これっていう感じがしますね。2万本されてるとこ、ここはねドラ切ってなかったらだってもうドラ切れないですもんね、きっと。そうなんですよ、リーチに対して上がれそうもないので早く切りたいんだけど、変えちょっとどれで変えるのみたいな。うーん、最高のタイミングでのフィールドツモになりました、はい、白鳥、は
トン4曲、広柴田の親番、ドラは何です。アユの感触いいですよね。まあ嬉しいですよね、リーチ入った瞬間ですからね。あのまま一数万速攻を捨ててリーチって言われてどうすんのみたいに、ね、なる、まあ、ただ追っかけちゃうみたいな。結構降りるのも難しい打点がついてるっていう、はい、っていうのを回避してまあ安い上がりでしたけど嬉しいですよね。トン4曲は赤の手牌広柴田、はい、使える形になる。イーソーの統一落とし、この曲はまあみんな統一落としではないか、はい、みんなちょっと苦しい感じではありますね。そうですね、はい、今までのこううわもう上がっちゃうんじゃないのみたいな人はいないですね、はい、一応親の広柴田がいいですけどいいとは言ってもって感じですよね。長村さんはこの中だと山井さんと今同じリーグなんですよね。そうですね、はい。どうですか、一緒に麻雀打ちました、リーグ戦で。はい、打ちました、負けましたね、はい、なんとなく負けたんじゃないかなって、あの結果でだけですけどね、はい、負けましたちょっと思ってました、はい、どういう、こうタイプなんですか山井さん。まあ、なんていうんですかね、その僕当たった時の感じだと、うんうん、まあ、やっぱり押しはありますよね。あるというか、まあ、はい、ここぞって時の、はい、まあ、それはまあ強い人みんなそうですけど、他のメンバーとかどうですか、結構親交深いよみたいな。あ、そうですね、白鳥広柴さんはそんなに、そんなにというかあんまりそのお付き合いないんですけど、白鳥さんとか泉さんはお酒飲んだことありますね。はい、お酒好きなんですね。なんかてっきりなんかファッションのことについて語り合う会とかかと思いました、白鳥さん。いや、お酒飲みました。あ、お酒なんですね。へー、ファッションについて語り合ったことはないです、ね。あ、ないんですね。これからじゃあちょっと一緒に、この髪の毛赤ですからね、中。インナーから。ちょっとおしゃれすぎてもう私はもうついていけないですけどそんなに、はい、これからね、あのおしゃれの洋服についてとかね語り合う会開いていただけたらと思います、はい、楽しみにしております。前向きに検討します、はい、その白鳥さんが両面チーですね。パーマンをウッパーマンでチーしました。はい、タンヤオのイシャンテン。しかし、こう喋ってる間に、そうなんです。なんちゃ白鳥さんがチーしましたよ。はい。でもあんまりみんな進んでないっていう。ああ、やっぱりね、カンちゃんカンちゃんが多かったり、統一が多かったりするとこう重くね、なるんですが、ただこの M リーグルールっていうのはなんかこう1枚引くとすごい景色変わったりしますよね。そうなんですよね、あの赤が1枚来るだけで全然違ったりしますし、急にやる気出ちゃうなみたいな。それこそ泉のね、テンパんないと思ってたのにテンパったみたいな。そうそうそうなんですよ、全然しょうもない手だなと思ってても、例えばこういう、まあ、まあ、これはまあさすがにも厳しいかもしれないですけど、まあ、ただね、はい、はい、1枚来るだけでなんか一気にやる気がみたいな。これがもう数巡前だったらね、はい、もう急にやる気出ますから、そういうルールでもあります。広柴田は仕掛けを受けて、はい、一旦受けと、まあ、あとはほとんど白鳥かテンパるかどうかみたいな、うんうんうん、そうですね、ここで数万を切るといよいよ白鳥が、もうみんなほぼ檻になってますからね、広くなる。これで例えば
一人転廃で3000点とかだったらめちゃめちゃやっぱ嬉しいですからね、白鳥も嬉しいですよね。まあ1000点の手ですしね、そもそも一応カンちゃんを引きましたが、なんか2枚切られたことで白鳥の手になんかあんこだったりするっていうケースはなくなったんですね。ないですね、広柴田自体が赤を2枚持ってるので、じゃあ何点ですかっていう感じ、あって2000点やろみたいな感じはしますよね。マンズの本一には見えないですよね、はい、ということで白ションパイですけど切っていきました。はい、白鳥選択、うん、あただここはバーピン切りの選択です。はい、4万を切るとかも一応ありましたけど、いいシャンテン、もっとテンパっちゃうかもしれないですね。そうですね、テンパにする可能性あります。白鳥まだいいシャンテン、単野を仕掛け、そして広柴田もいいシャンテン、一応いいシャンテンですが、全員脳天の可能性もある。そうですね、泉とね、病はこう赤が見えてないんで、うん、打点がちょっと分かんないなってとこなんですが、はい、親番はね、広柴田はそれじゃない、それじゃないけど、はい、しかしもうツモ番がないですね。あ、はい、本当だ、これが最後のツモ番でした。全員脳天敗できず、はい、ということでトン4局は全員脳天での流局。まあ全員手がしょう、なんかあんまり良くなかったですね、今はね、ハイパイから、はい、何入です、ドラは9ピン、親番白鳥の手牌、両面1つ、統一2組、シャーチャ病は、うん、これも苦しい。広柴田も、まあ、ちゃんと含み仕掛ければ早いですね。まあそうですね、早い可能性あります。まあ白鳥は悪くないです。お、それはなんでですか。まあ、なんていうんですかね、単野王じゃないですか。はいはいはい、単野王がにかなりなりそうで、まあ自敗が、まあ、ハイパー1戦3枚か4枚ぐらいありましたけど、こちらの手牌ですね、はい、ついていけば割と早く転廃することもあるんですが、チュンを仕掛けましたね。はい、ベンチャの広柴田がチュンを仕掛けて、はい、イーシャンテン、ベンチャンベンチャンです。はい、イーシャンテンではありますが、ちょっとただ引いた、はい、ベン3万転廃、山には残り2枚です。ベン3万2000点か。いやでもペンちゃんペンちゃんでしたからね。はい、そうそうなんですよ、そうなんですよ、びっくり、すぐテンパイ、シャーポンするかもしれないですね。なるほど、そして白鳥一旦テンパイでしたが外していきました。はい、そうですね、はい、ウーピン、赤ウーピンにくっつけてリーチしたれと、リーチしたれと、はい、そして赤ウーソを切っていったのは病だ。白鳥は前順数万と両ピンシャンポンテンパイでしたが、数万1枚切ってテンパイ外しています。三蔵持ってきて、ど数万切るか三蔵切るかどっちのくっつきがいいかなって考えてますね。ウーソー自身の目から3枚見えてますよね。そうですね、普通はまあ三蔵です。どうしましょうか、枚数的に。まあそうですね、はい、泉初統一、赤ウソを前順切ったのは病です。うーん、病も3番はね、まだ、まあ、もうちょっと切られないかなっていう感じですが、そうですけど、結構こうなるとちょっとあれですね、はい、3色をどこまで見るか。あ、そして嬉しい、スーピン、文句なしのリーチですね。リーチに行きました。白鳥赤ウーピンに数ピンがくっついてのリーチ、サブローピン待ち。ただ
ただこの3万ですね。まあでもここで受け、さすがにベタ折りになりますかね。広柴田はどこまで行くか。とりあえずパースは行きました。いや、サブローピンは2枚持たれてるだけです。山6枚山 5? 山、ごめんなさい、1枚切れてて、そうか、5枚ですね。山5、はい、広柴田も折りありますからね。はい、あ、3万だ3万だここで選ばれた広柴田の上がり、チュンチャンタ2000点の上がり、2300の上がりです。はい、白鳥の位置はまあ4万2枚切ってのリーチなので、はい、なんですよね。通りやすいと、リーチには通りやすい、はい、リーチにはかなり通りそうと。何人局泉の親番、ドラ割りアンマンです。まあ、ただ2000点であればそこまで悪い報酬ではないですか。ではないですね。てか、まあ白鳥が痛いですね。白鳥はめちゃくちゃ痛い、はい、嬉しい地装備機広島田、はい、ドラメンツもある。一メンツ完成、難が重なりました。白鳥、うん、泉も悪くないですね。横に広がりそうな手配です。はい、数ピン縦に重なってきました。はい、広島田もこれでは上がりたいですね。上がりたいですね、はい、できれば赤嘘を、もちろん赤嘘を使って上がりたい。うん、一応いいシャンテンです。3ピンがいっぱい欲しい感じになっていますが、そうですね、サブローピンの二度受けですが、まあ嘘にくっつけてリャンメンリャンメンのいいシャンテンにしたいと。一つリャンメンが埋まったやん、はい失礼しました。ドラ、はい、ドラ引きました、はい、今回はなんかちょっと2万点台が3人と。そうですね、比較的丸い感じではあります。山井も一上がりで、まあ、トップ戦線に。そうですね、はい、これどうするか。いいシャンテンドラドラ、はい、数ピン一旦切りますかね。3万が引ければ文句なし。そう、3万が引ければ文句なしですが、サブローピンから引いたときどうするかと。サブローピンどうします？まあ、一旦1万切るんじゃないですかね。この形ですね、はい、ダイヤ OK、 ドラは2枚使いたい。うん、2、3、4、3色が見えてきました。そして親番泉、いい形なんですが、なかなか両面が埋まらない。そうですね、両面は多いんですが、両面しかないんですよね。なんというか、そのシャンポン受けみたいなのがないですよね、うん、こちらですね。あ、これでようやく頭ができて、はい、病は目が重なりますが、やはりこうメンツに、ね、なっていってほしいんですけどね。そうですね、病もそんな、まあ、高い手ではないので、こう残すかどうか。残したい。もうそうですね、いっぱいに構えましたね。そして難を仕掛けました。白鳥、いいシャンテン、はい、両面両面のいいシャンテン、9ピン、単ヤオに変化です、うん、ものすごいブクブクですね。そうですね、はい、でもやっぱこうした方が、まあ、こうした、まあ、こうするしかなかったですね。うん、はい、ローマン、赤ウソ切る、どうしますかね。どうしましょうか。1万赤ウソにしましたね、はい、シンプルに赤ウソ。そしてこのウソ落ち白鳥で、リャンウマン、リャンウマン待ちです。リャンウマンはドラのリャンマンが2枚、ウーマン1枚、うん、いっぱいありますね。意外といっぱいあります、はい、ということは広柴田もリャンマン引くかもしれない。そうですが、ウーマンを引くと逆に宝珠になってしまいますね。
なんと。4枚も一応イーシャンテンですが、ですリャンが、ソーが2枚ない。チーソーノーチャンスですね、パーはい。ソー。切っていきました。あ、失礼しました。チーソーノーチャン見えてないですね。テンパイですが、はい。どうするか。6万切ってリーチ。6万を切ってのリーはい。チ。変換3万の形ですね、そう3です万ね。待ち。はい。まあ、嬉しいわけじゃないですが、もうしょうがないと。ただ、この3万は意外と2枚ありますね。そうですね。はい。1枚持たれてるだけ。泉も2面1つ埋まるイーシャンテン。イーシャンテン、はい。ローピン押しましたね。スッとね。スッと押していきました。一発ツモです、なん広と、柴一田。発リーも。チ一発ツモ、ドラドラ。裏。早い値、跳ねまん。3600。これはこ嬉れはしい。嬉しすぎる上がりです、広柴田。3600。上がれなさそうだなって思ってリーチしたらこうなってめちゃめちゃ嬉しいですよね、多分。めちゃめちゃ嬉しいと思います。なんかこう、上がれそうなリーチとね、上がれなくてもリーチってありますからまあ、ね。そうなんですよ。上がはい。れ、あんまり上がれなさそうだけど、たまに上がるもし。う、それ、そうするしかないっていう。いや、大きな上がりが出ました。はい。90回戦。難3局、病の親番ドラリアンマンです。形はいい白鳥。白が統一。そうですね、はい。春画統一は泉、先ほど3600の親かぶりが少し痛い。白鳥も早いっちゃ早いんですが、1000点でいいのかというとこ確かろなんですよに。ね。はい。ラス前、そうですね。ラン3局。自身の上がりはまああって2回って感じですもんね。そう、まあ、最大上がっても2回なので。その1回を1000点に使っていいのかどうそうか。ですね。現状3着。で、2着まで2500差。どうでしょうか。あんまり使いたくないかそうなんですね。逆に満貫積もったりするな。と、はい。オーラスでもトップの可能性もあると。トップ狙いたいですね。そう。そうなんですよ。病は、まあ、ラス目の親なので、何でもいいかというか上がりたい。まあ、普段攻撃的という、まあ、はい。攻撃がね、強いタイプというん。う話もありましたが、いつもよりもさらに攻撃がね、特そう化でさすれていね。るはこい。のラス目の親番、ラス目の最後の親番ではい。す。でも悪くないですね。はい、こちらの手うん。牌です。目いっぱいで、何にはしない。なるほど。単ヤオ系に育てばいいかなっていう感じでしょうか。そうですね。単品になれば一番いいですが、まあ、そう、贅沢は言ってられないという場面でもありますね。はい。チートイツイシャンはテン、い、泉。泉、イーシャンテン。ドラ引いた。これはこれさですが目いっにぱいいけますか。目いっぱいにすると思います。はい。目いっぱい難切り。それ以外は裏目がちょっと、受け入れられない。はい、痛いですね。白鳥もこの形。ドラ1枚あるんですが、2000点で済ませていいのか、1000点で済ませていいのか。1枚目の白はする。2枚目が出る。もうちょっと出ないですか。そうですね。てか、2000点か。まあでも、2000点でも受け入れざるを得ないかもしれない。ここはどうしますか？急走か選な？択。はい。チーソーがもう場に2枚。ってことで、チー小僧ソから。ー。はい。一面子完成、広柴田。ようやくといったところでしょうか。そうですね。チートイツに、てか、まあ、チートイツが、しか、ぐらいしか現実的にならなそうっていうのはありますね。やばい、進まない。頭がない。
4と5目、広芝田、吐く切っていった、これ2枚目はポンしていった。さすがに泣きましたね。イーソーを切ってもイシャンテンですが、ドラの重なりを逃したくないってことなんですよね。はい、広芝田は仕掛けを受けてどう対応していくか。まあ現状トップ目なので、初そんなに、はい、無理はしない。現物ですね、初切っていきます。泉はチート1のイーシャンテン、赤ウーマンを1枚持っています。病親番、ここは頑張りたいところ。すまないですね。広芝田はどう選択する。そうそう、まあ、あ、はい、テンパイウッパーピン待ち、はい、あ、パーピン一旦初、一旦そうですね、初が2枚切れになったので、いや、病もパーピン危ない。これはいや、この数ピン引きは危ない。まあ、3層から先なるかもしれないですね。8万、なるほど、チーマンが3枚切れなんですね。いやー、ただバーピン待ち強すぎるか。どうするか。ここでパーピン打たれるもありますね。ウッパーピンは現状2枚山に、トンから病はテンパイできるかもちょっと心配。かなり苦しいですね。スーピン現物ですね。しかも白鳥の現物、6万も相当当たりそうだと思ってると思います。広芝田は、まあ、当たらない牌を切りたい、まあ、パーソーです。あ、6万をしたのか。あ、いや、4万のノーチャンスなんですね。本当ですね、広芝田から見ると数万がノーチャンスと、はい、でローマンが切れるようになった。病、はい、イーシャンテンまで来た、来ましたね。あ、積もりました。白鳥の上がりになりました。ハクドラ1500銭の上がり、これで一旦白鳥は同着3着目になりましたかね。そうですね、同点のまあ2着目ですか、ね、はい、あ、2着目ですね、うん、はい、同点の2着目になりました。泉と白鳥が同じ点数。南4局オーラスを迎えました。ドラは数層です。ドラ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 ですね。広芝田、広芝田トップ目で2着目の白鳥と泉に羽マンを積もられてもまだトップ、うんうんうん、マンガン補充してももちろん大丈夫ということは、ということは結構上がりたいわけですよ。はい、はい、しかもね、この優勝をね、狙う位置にいますからね、はい、広芝田。祖典稼げるときに、稼ぎたいですよね。もう、ここはじゃあ、放火線はね、80分プラス1局の時間打ち切りがあるので、はい、ギリギリまで。そうなんですよ。ギリギリまで稼ぎたいところです。でも、数万つもぎりましたね。単位にしないんだな。そうか。泉は4と5、一応チート1、病は苦しいですね。羽マン積もってようやく2着、マンガン積もると200点足りない。こういう時は病の立場だとどう、まあ、一応今国士含みみたいな 1,2,3,4,5,6,7,8、 そうですね、8種類国士含み、国士無双含みで進めてますが、現実的にはチートイツになればいいなっていう、この手ですね、はい、ドラの数層も持ってるけど、チートイツにするにしてもトイツ1個しかないっていう、状況は羽マン積もってようやく2着、はい、
白鳥泉はとにかく上がりたい、上がって2着、単独の2着になりたい。その泉がチートイツのイーシャンテンまで来ています。はい、ただなんですかね、その上がり勝負の時にチートイツは結構嫌なもんではありますね。嫌なもんですね、はい、泣けないですからね。じゃあ仕掛けてトイトイにする手もあるんですか。そう、いや、いやでもちょっと真ん中すぎるか、真ん中の灰ばっかりなんですね。スッチーマンとウーピンはちょっと、ウーピン嘘はこのこれはちょっとトイトイにはならなそうですね。しかもまあよ数万てかもう数万が2枚切れてるんですね。しかもメンツ手にするにもちょっと、そうですね、だからもうチートイツで頑張るしかないっていう。今回はチートイツか。そして広柴田がイーシャンテン、イーシャンテン、イーシャンテンですね。はい、カンチャンシャンポン、なるほど。テンパイできるか泉、チートイツ、関連ピンを引いたのは病、ただ苦しい。そうですね、親番広柴田はリーチといえば何でもリーチって言うと思います。今テンパったらしかもドラドラ赤、そうですね、打点もついてくる。泉は上がれば単独での2着、病も国士無双を見ていましたがあまりにも進まない何にもことでも、そうですね、対応していきましたね。まあこのままもし広島田が連チャンすれば、一本馬になれば万願ツモで2着になれるんですよね。じゃあ一本馬待ちっていうまあ、あるかもしれないですね。はい、なんか連チャンしてほしいなっていうのはあると思います。はい、ここで無理してね安い手を上がってよりも、はい、まあ、テンパイは取りたいですよね。そうですね、はい、差がついてしまうと、はい、やはりハネマンにのままっていうこともあるので、あ、白鳥もイーシャンテン、なんとかかんとかイーシャンテンまで来ましたね。チャンタではないですがイーシャンテンです。はい、まあ、テンパイさえしとけばというのはありますよね。白鳥もやはりここは白鳥泉の2着争いが繰り広げられています。テンパイですね。シャー短期テンパイは泉、チートイツテンパイしました。はい、シャーはバニー2枚ですが、じゃあもうあるじゃないですか。あります。はい、掴めば全員打つんじゃないですか。まあ、そうですね、白鳥は間違いなく打ちます。シャーだ、これですね。はい、これが泉の上がり、チートイツ赤3200の上がりは、うん、泉、地獄短期上がりきって単独2着に躍り出ます。以上の結果をもちまして、はい、トップより広柴田、2着泉、3着白鳥、4着病の並びで終了となりました。いやー、最後ね、はい、はい、よくなんかなんかとかよく仕上げましたよね。はい、チートイツやっぱりオーラスの上がり勝負でチートイツは難しいですけど、うん、はい、しっかり上がりきってよかったと思います。はい、うん、ちょっとね、白鳥は3着4着と3位だったんですけど順位がだいぶ落ちてしまうかなっていう、そうですね、89回戦4着、90回戦3着、はい、ちょっとポイントを失いましたね。すごいですね。あ、対局場誰もいなくなっちゃいました。まあ、広島田は逆にポイント伸ばしたのかな、はい、多分そうですね、はい、2回戦トップだから、はい、いやー、まあ、優勝にはね300ポイント前後かなっていうところなんですけど、はい、まあ、この今日を終えてのね、まあ、広島田はおそらくプラスだったんで1位のまま、まあまあですね、かなっていうところですけど、はい、うん、他の選手がねどんな順位になったのか、集計をね楽しみに待ちたいと思います、うん、はい、白鳥さんはこの後なんと解説もあるということで、ね、あ、そうらしい、はい、そうらしい、そうらしいですね、はい、楽しみにしていただけたらと思います、はい、16時からですね、うんうん、はい、それでは、今日の試合を終えての結果が出ました、
プラスを伸ばしていったのは、広芝田ですね、プラス360ポイント1位と、そして少しマイナスしてしまった白鳥は、着順2ランクダウンで5位、病は1回戦のトップが大きかったんですね、大きいトップだったんですね、プラスを少し伸ばして11位、そしてここからマイナス行き、ぐぐぐと、ちょっと見ちゃいけない、ちょっと見ちゃいけないものありますが、俺の名前は大丈夫です、はい、はい、泉さんが、今日少しプラスを、そうですね、しぶとく2着2着と、はい、2着2着で、少しだけプラスして、24位という結果になりました。はい、はい、すごかったですね。はい、はい、次回のフォーカス M シーズン7の、放送は6月8日91回戦92回戦の模様をお届けします。対戦メンバーは勝俣健二、宮内小杖、三浦智弘、渡辺幸四郎の4名です。実況は田中タスク、解説は斉藤豪でお送りいたします。皆さん、次の放送もお楽しみに。それでは今日もご視聴ありがとうございました。さようなら。